い、どうも関西クラクラクラブのコミです。さて本日はですね、こちらフォックスフォックスゼロさんにね、お邪魔をしております。でこれなんでかっていうと、ツイッターなんかねやってらっしゃる方はご存知かもしれませんが、ここのねリーダーのトモさんが、タウンホール13の発表をまあ前にして、タウンホール12限定のね、大きな合同対戦しましょうということで、すごいね、もう16ぐらいのたくさんのクランからメンバーが集まって、ね、対戦をするっていうイベントがありました。で私もねそこの実況なんかをやらせてもらってたんですけども、今回は、その中でもえりすぐりのね、動画をちょっと、取り上げながらいくつか、すごくね深い学びがあったんで、そこを、共有していきたいなというふうに思います。でですね、まず本日のお題なんですけども、それはですね、相手の急所を見極めようというお話ですね。これすごいね、まあ、難しい話のように聞こえるんですが、まあ、実はねクラクラで言うところの急所って割とね、割とまあ、その攻めにもまあ当然よるんですけども、決まったパターンみたいなものがあるというふうにも思うんですよ。そこら辺をね本日はお伝えができたらなというふうに思いますので、まずはね、最初のこの動画見ていきたいというふうに思います。でこのね、村パッと見たときに、どこがこれ急所だと思いますかね。まあ、人それぞれやっぱりこれもね、まあ、攻め方にも、まあ、当然よるっていうのはまあ繰り返しで、その通りなんですけども、一番のね急所って私ねここだと思うんですよね。ここのところ、なんでかっていうと、相手のアーチャークイーン、防衛援軍、さらにイーグル砲、この3つプラスなんとインフェルノタワーまで固まってるからですね、こんだけ主要な施設が固まっていた場合は、そこを潰してしまうことっていうのはものすごいね、その後半のアドバンテージになります。特にイーグル砲っていうのは、序盤にね潰してしまえばユニットコストが一定を超えるまで、これタウンホールレベルによって変わるんですけども、超えるまでは起動しませんのでね、今みたいに全くこれ起動させずに壊しちゃったら、もうイーグル砲なんて単なるそのエリクサータンクとかね、こういうストレージとも同じような扱いになるわけですよね。ただ一方でこれ起動をさせちゃうとめちゃくちゃなねダメージがぶっ飛んできますんで、まあそこら辺っていうのはね、ちょっとね、なんていうのかな、後半に向けてユニットの体力を必要以上に削らせないような、戦い方をする、これが、急所を潰すことのまあ大きな効果になるかなというふうに思います。で、まあ、今回ね、その急所っていうのは、全部で3つのね、動画を見てもらいながらお話ししていこうかなというふうに思っているんですけども、それぞれね、どういうふうに、潰していくのかっていうところもね、注目して見てもらえたらなというふうに思います。で、今回の1本目の攻めに関しては、クイヒープラスバスターで潰してきましたよね。これ、もう一回ね、今ちょっと序盤大事なところをお話で飛ばしちゃった感があるので、もう一回、序盤のね、そのクイヒーパートのとこだけを、見ていきたいというふうに思います。で、それを見終わったら次の動画に行ってみたいと。動画じゃないな。次の、アタックに行ってみたいというふうに思いますので、もうちょっとね、前回まで、このアタックをご覧いただければなというふうに思います。で、まあ、ただ見ててもあれなんで、ちょっとお話も交えながらやっていくと、これね、結構な数の、ディガーさんたちがこう残ってますよね。まあ、当然一つの理由っていうのは、ヒーラーがこうね、アーチャークイーンがやられた後のクイヒーパートについてたヒーラーが、ディガーにこうスイッチしたっていうのも、非常にこれは大きな要因ですね。まあ、このおかげで、本来ね、ヒールの呪文だけでは回復しきれないような、まあ、この辺にあったね、クロスボウの高火力帯、ここを突破できたっていう話もまあ、一つあるんですけども、もう一個大きな要因は、序盤にイーグル砲を叩いてしまったことで、ディガーのね、まあ一個の天敵なんですよ、イーグル砲って。動きが呪いディガーに対しては、その衝撃波のダメージガンガン受けちゃうんで、それをね、完封できたというのも結構大きなポイントだったんじゃないかなっていうふうに思います。さて、ではね、ここの、相手の急所部分、ここですね。主要なこの施設っていうのをどう壊すか見ていきましょう。で、まずはアーチャークイーンにヒーラーをつけて、これはクイヒーの形ですね。で、このままね、急所に突っ込んでしまうと、アーチャークイーンがかなりね、やられる率が高いっていうのは、まあ見てわかると思います。どう考えたって、相手のアーチャークイーンがいて、グランドウォーデンの像までここにあって、で、エアスイーパーまで効いていて、
でインフェルノタワーもここにあって援軍もなんてもうこんなモリモリな、ね、ところに突っ込んでったらそれはやられますよね。やられちゃうので、今回、テルさんはちゃんとこれ、ウォールバスターをねこう入れておいて、で、アーチャークイーンのダメージをウォールバスターに肩代わりさせるような方法を取ってます。さらに今これ見てほしいのは相手のラバパピーが弾けてさらにこのゾーンの火力が上がってるけども中に入っていたユニットが何かっていうとこれアイスゴーレムなんですよね。でアーチャークイーンに、ウォールバスターをこう添えて出す場合アイスゴーレムの仕事って本当にね相性抜群です。で、そのアイスゴーレムがしばらくの間こう、周辺のね施設を固めてくれたおかげでアーチャークイーンちゃんとねこう生き残ったまんま見事相手の防衛援軍アーチャークイーングランドウォーデンの像さらにはインフェルノタワーイーグルホートこれだけの施設を叩き折って、まあ、残念ながらねここでヒーラーがついてはいるもののもう完全にダメージをガンガンとこう受けちゃってやられてしまうんですけども、その後のねパートのものすごいねアドバンテージにつながっているというのがわかると思います。まあ、今回の配置の場合は少しね特殊な話もあってここを潰すことによってねディガーのルートも結構こう作りやすいっていう状況にもなってましたよね。ただまあすいませんこれ特殊って言っちゃいましたけど実はね相手の急所をなんていうのかなドカッと潰す、まあ、今回のここみたいな感じでドカッとこう潰すっていう行為はイコールニアリーイコールでその後出すユニットたちのルートを見事に綺麗に作ってあげるっていう効果にもつながるケースが多々あります。むしろ非常に多いというふうに思いますね。なので、次のねアタックちょっと見ながらそこはねどこが急所になってくるのかっていうところと、それをどうね、潰していくのかこのあたりをよくねご覧いただければなというふうに思います。さあ次のアタックはラバルですよね。まあ、ソラパートで行こうっていう話なんですけどどこがこれ急所だと思います。でそれをねこれどうやって壊すのよっていう話なんですよね。さっきも言ったように、まあ、急所っていうのは、その後使うユニットによっても変わります。今回で言えばラバルなんで相手のアーチャークイーンはきっちり処理したいですよね。あと防衛援軍も当然中にドラゴンなんか入ってたらもうラバルパートがズタズタにやられちゃいますんでそこはきっちりと、ケアしていきたいというところでなってくるとここのね、相手のクランジョに、隣接する、まあ、このあたりが急所になるかなっていうのが分かりますよね。でここにどうアプローチするか見ていきましょう。まずねボマー出してきます。でここの対空砲を残したのはボマーがちゃんとこっちに向かってその後こう流れるルートを作るためですね。これはね正直私も自分できねえなって思いました。でもやっちゃうのが帝京さんですごいんですけど中に入ってるのがライトニングドラゴンとバルーンです。そこに後から出した 手持ちの、ライトニングドラゴンを添えてレイジをかけることによって一気に相手のアーチャークイーンだったり周辺の施設をこんな感じでね叩き寄っていきます。そうすると何が起こるかっていうとここがこうね見事に削れましたよね。グルサッとこういうルートが出来上がるんですね。ちょっと広めなんでこっちにねからね、4時方面からこうバルーンを出して中に入るこのね主力のバルーンがそれないようにこっちに行かないようにケアをしてますけども、見事にねあの中に入ってきたこの主力のバルーンたちまっすぐまっすぐこういうルートで進んでますよね。あとはグランドウォーデンをちゃんと添えて、ダメージのかさむところではトームこんな感じで爆破ダメージねギガテスラの爆破ダメージを回避しながらさらに、対空砲等をへし折っていってもうね相手の、防衛施設だいぶ残り少ないのにバルーンがこんだけ生き残ってるっていうね状態を作ってます。まあ、当然ながらイーグル砲とか残ってしまってはいたんですけどももうかなりねあのダメージを入れてもうギリギリまで削ってたんでバルーンがちょっと小づけば倒れちゃうっていう感じですよね。そうするとそこのねイーグル砲にバルーンが大量集結することもないので結果的に、まあ、ここのね、まあ、結果的にだと思うんですけどここの、まあ、イーグル砲今回はねほとんど、バルーンの、寄り道にはならずにねまあ綺麗な感じでこうガーッとね、進んでいくことができましたね。どうでしょう今の空パートする場合特にこの急所っていう考え方が大切で空ってねこの前すいませんこの前ちょっといろんなプレイヤーの方とお話ししてて、まあ、言ってたんですけどもまあやるのは難しいんですけどねやるのはすごく難しいんですけどホグライダーと違って、
バネトラップとかでねポンポンやられることがまあ比較的少ない。ラバーハウンドを使うことによって、ホーミングだったり、対空地雷っていうのかな、赤い風船みたいなやつ、ああいうのを回収できますよね。なんで、事故率がね、まあ、ホグライダーに比べると比較的低い。ただし防衛援軍や、相手のアーチャークイーンなんかが残っちゃうとね、防衛側で、まあ、もう致命的になっちゃうので、そこをどう潰すかっていう時に今みたいなね、急所のアイデアっていうのが非常に有効になります。さてではね、次のアタックで本日も終わりにしていきたいというふうに思うんですけども、残念ながら 97% で終わってしまったこの提供さんのアタックね、もう一回見ていきたいというふうに思います。で、今回も同じですね。さっきと編成ほぼほぼ変わらない編成、同じかなこれ。で言ってるんですけども、今回のプランの、では急所どこかっていうと、まあ、さっきと同じですよね。ここですね、ここ。どう考えても相手のアーチャークイーン、イーグル砲、あと防衛援軍がある、まあ、ここの領域っていうのをどういう風にね潰していくか、まあ、これがポイントです。今バーバリアンキングとアーチャークイーンの仕事、これ何かっていうと、後から出すね、こっから出てくるこのボマーとライドラ、こいつらがこっちにこう流れるルートを作りたいんですね。なんでバーバリアンキングでここをこう削った、アーチャークイーンでこう削ったってことになりますね。これスーサイドパートってよく呼ばれますけども、結構ねその後のユニットたちを生かすためのこういう、まあ、捨て駒じゃない、捨て駒っていうとまあ失礼かもしれないですけどね、ヒーローたちにヒーロー失礼って表現変かな。まあまあとにかく礎になってもらって、今みたいにねこれライトランがここまで突進するってすごくないですか。この状況下でこれもヒーローっていうものすごい突破力のあるユニットを、序盤のサイドカットにふんだんに使った結果です。壁がなければね、このヒーローたちものすごい伸びるんでね、一気にこのイーグル砲のところまでアプローチして、あわやイーグル砲を折られちゃうんじゃないかみたいなね、状況まで行ったというところです。まあ、ただね、今回の提供さんのアタック、ちょっとね、まずかったというか、まあ、ご本人的にはおそらく、バルーンがこれ、ね、脱落して、ギガテスラの上に落っこってね、こいつを起動させてくれて、その後バルーンたちがそこに向かっていくみたいな、パターンを考えてたと思うんですけども、ちょっとね、思うように、バルーンたちが綺麗にね、防衛施設だけをうまいこと壊しちゃって、ギガテスラが起動できずに、そこ素通りしちゃったがためにね、前回までいかなかったっていう、ちょっとね、提供さん的には、まあ、残念なアタックだったというふうに思うんですけども、まあ、そこにね、例えばクエイクを1個置いて、まあ、これを起動させてれば、おそらく、まあ、行ってたんじゃないかな、前回までね、行ったんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ、グランドオーデンのトームもね、完全に使いどころがなくなってしまって、最後使ってての格好になってたんで、まあ、おそらくね、今回のアタックっていうのは今のような話で、ちょっと一工夫加えるだけで、全開取れちゃう。まさにもうね、なぞりをうまい人はね、完全になぞりたくなるような、まあ、そんなプランなんじゃないかなっていうふうに思います。さて、本日はですね、まあ、以上でお話ししたいことすべてになります。伝わってたらいいなというふうに思います。ですね、相手の急所、まあ、どんな施設が急所になりうるかっていうと、やっぱりそのタウンホール10から新しく増えるような施設ですね。インフェルノタワー、あとはイーグル砲、まあ、この辺だったり、まあ、ソラパートをやる上では当然防衛援軍、あとアーチャークイーンとかね、こういう施設、ユニットっていうのは、急所に、急所とか、これらが固まっているところですね。ごめんなさい。これらが固まっているところは急所になり得ます。バラバラになっているところにいくらこんな風にね、やっても、まあ、使うユニットのコストと得られるそのリターンが少なくなってしまうので、コストに対するリターンがね。なんで、今のように、主要な施設が固まっているところがあった場合には、そこにどういう風にね、まあ、一つの例で言えばクイヒーだったりボマープラスライドラっていうものすごい突破力のあるこのコンビを突撃させていくか、それができてくるとその後ね、じゃあこのルートで行ったらドラゴンかな、ラバルーかな、ホグライダーかな、ディガーかな、考えながらこうやってもらえたらいいと思います。ちなみにホグとね、ホグライダーとディガー、あとはネクロマンサーかな、この辺の陸ユニットをどういう風な場面で使い分けたらいいのかっていうのは、私過去に動画出してますんでね、よろしければぜひそちらもまだご視聴になってない方は、ご覧いただけたら嬉しいです。はい、では本日はこの辺りで失礼させていただきますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴もどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。バイバイ。